申し訳ないですけど、あこんなうまかったんだって思っちゃいましたね、ーーセーブ入って、来年の1位は確実にと、ね、<laughs> もうこの時期からう。<laughs> 去年ので、今年、来年って言ったら、WBC あるのあるなと思っちゃいます、ね、<ー><分>まあちょっと今年のドラフト候補だけじゃなくて、ショートの選手ですね、まあ、やっぱり井端さんに話聞くっていうことなんで。 結構 wbc だとまあ源田選手がすごい頑張ってましたけど。うん、まあ次のこうショート誰がやるんだみたいな話もやっぱ出てきてると思うんですけど。プロの若手選手でこうこの選手注目してるっていう選手はどうですか。井端さん的には。プロの若手ですか。はい。まあ去年の長岡選手なんかはまあ出てきてまたけどそうですね。出てきてますよね。だから今西武の児玉選手とか。あ,あ、はい。ルーキーですね。ルーキーで。まあ社会人でも見たんですけど。うん、申し訳ないですけど。 あこんんな上手かったんだっってて。入だからやっぱり、ね、一緒にやってる西武の選手とか、まあ、源田選手ともちょこっとやったんだと思うんですよね。そういった選手の動きを見てあれうま,くうまくなってるというか、うん、柔らかいさを出そうとするんだけどやっぱりなかなか社会人って大会によってあれでちょっとこうがっつりっていうところも出ちてうんでそれがなくなっちゃったっていうところが非常にいいですよね。柔らかさ。 があるっていうのはいいですよね。そういった選手、多分見極めていかないといけないなと思いましたね。高校野球もそうじゃないですか。そうですね。もう絶対偉いし逃げないっていう状況でずっと守ってんで、<laughs> んそこに柔らかさ出せっつっても<ー>なかなか出てこないんだろうなと思うんで、ん高校生とか見に行ってもやっぱりちょっとみんなガツ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 してるなっていうのはあ,あるんですけど、その中であの、まあ、ね甲子園とか選抜とかでも出せっていうのが。 まあ、無理ななんだろうなと思ってては見てますけど源田 <laughs> 選手も僕社会人の時からうまかったですけど、うん、あ,あ,あそこまでのとは僕は思わなかったです,そうですねす。やっぱプロ入ってやっぱよ,よくなったというか、ま、だからやっぱりそれが140試合やるのと、うん、一発勝負で曲負けられないっていうところのこの守備の違いであってなるなるでも。 ああいう,ふうに力抜いたりとかする方が取れるっていうところを僕は高校生にも分かってほしいなとは思ってますけどでもなんか見前でエラー同じエラーの仕方でもカチコってやってエラーするのとハッてやってエラーするのではう違うっていうところがあるのかなと思うんでね、え。ー あ今大学生だと3年生ですけど、<laughs> 宗山選手がもう明治でもうバリバリで来年、目玉じゃないかって言われてますけど、そうですね、うん、やっぱり広陵高校の子はうまいですね、うん、あの今回、甲子園出た小林選手ですもそうですし、実際、こう試合と練習、うん、シートノックは違うなと思って見てますし、ね、うん、<laughs> あのシートノックので小林選手とかもできれば。うん いいなと思いますた、ね。ど。<laughs> <laughs> まあ、胸、はい、山選手はでも去年の神宮大会ですかね、僕はあのー、初戦だったと思うんですけど、3つぐらいちょっと難しいような打球を全部軽くさばいて、うん、まあ、言ってみればリーグ戦略でトーナメントでそれができてるって、うん、ちょっと、こう、やっぱり、スタンドがこう、守備でこう、ざわざわするってあんまりなかったんで、やっぱすごいなっていうのは思いましたけどね。うん そうだからやっぱあれですよね。肩も強くなりましたね。1>, 1年生のよりあの体もしっかりしてきたっていうのもあるし、はい、やっぱり数受けてきてんだろうなっていう動きはしてますよね。うはいまあ、打つだけではなくね。やっぱショートですし、守るのも結構ね。あの練習してきたなっていうか、う今やってるなっていう動きはしてます。ね。 やっぱこう柔らかさもありますよね、山、まあねまあ、選手に関してはやっぱ数を受けないと、なかなか柔らかさ出てこないんで、ね、あ数もやこなしてる、ね、人工知能だから柔らかさ出せるっていうものではないと思、ね、うんで、普段から出してないとなかなかね、試合では出ないんで、んんはい、来年の1位は確実です。<laughs> でも、そうですね、前、別のテレビのやれですけど、まあ、鳥谷選手以来の多分。こう、東京六大学のショートのスターかなっていうふうな感じしますよね,、うん、ね。僕がやってる時の井口さんとか、うん。あ、そうです、ね。そんな感じですよね、うん、もう、えー。あとは、ピッチャーが欲しいのか、ショートが欲しいのかっていう球団に分かれるだけだと思いますよね。うん、バッティングも、やっぱりいいですもんね、こう、ちゃんと打ちますし、こう、長打力もあるし。うん まあ、高校からでも入れましたよね。そうですね。おそらくそうだと思いますね。ね、えーまあの、コロナの時、うん。あ、そうですね。コロナの、ね。なかなかそういうのもあって。うん、多分、大学とか行ったんじゃないかなと思うんですけど。うん、うん。う思いますよね。うん、入ってすぐ。うん。うん、ちょうど去年の、こう、退団した時に、あの、申し訳ないですけど、村松選手のお話した時に。あの、あんまり村松選手の守備よりも、む、宗山選手の印象が強くてっていう、うん、お話されてましたもんね。そうです 長岡選手なんかもここ,こから入ってすぐ、ね、でも体が逆に長岡選手はちょっとまた昨年と今年とでは体も大きくなっていて、うんうん、オープン戦あたりも、ね、ちょっと良かったですけど、うん、なかなかちょっとこう、ね、シーズン入って、今はあの段階ではちょっと苦しんでますけどね。うんまあ、1年やったっていうところでは、去年の地震でね、今年も多分ぶ、ね、出遅れただけですけど、うんまあ、残してくるのかなとは思うし。うん 守備のところでもね、昨年よりかは自信持って守ってるなっていうのはうかがえるんで、うんうん、まあ、いずれ、ね、球界を代表するところには来ると思いますよね。うんうん、でもちょうど今、本当そうですよね、ドラゴンズもそうですまあ長岡選手はちょっとレギュラーかなと思いますけど、うんまあ、タイガースもちょうどこう中野選手入れ替えて、うん、<お>小畠選手になったりとか、ね、ちょっとショートが入れ替わってますよね、そうですね今。 若返りを図ってるなと思うんでうん、まあ、いずれジャイアンツも、ね、そうなってくると思うんで,そ,うで、ね、その中から、ね、セ・リーグを代表するっていうのがこう多分出てきたときには、うん、ジャパンにも顔を出すのかなと思いましたよね。そうですねでも今回の WBC は本当源田選手のなんか存在感が昔は、ね、ショートだらけだったとかもあったんですけど。 でも今あのやっぱり守備だとこうちょっとすごいなっていう感じがしましたよね。うん、言っても源田選手ももうちょっとベテランぐらいになってきてますからね、うん、その次の世代の選手が出てこないというところですよね,すね、まあ、やっぱりね一番その中でも出たのは紅林選手だったと思うんですよね。 まあ、そこはちょっとね、二軍でつって、野口選手、うん。野口選手は今ちょうど。野口選手もね、バッティングいい。いいですよね。いいで,よねでも、はい、なかなかね、スタート良くなかったんですけど、うん、僕は。あのバッティング、勝ってるんで。うん、やっぱ、触れるところは強いですよね。大学の時も、何回も、結構、こう、すごいフルスイングの空振りとかもよく見ましたけど、ね。<laughs> もう、ふる、振る力、ちょっと、やっぱ、すごかったですよね、うんうん。そうですね。その辺りが出てくると、ちょっと面白いですよね。はい、まあ、ちょっと。 こう源田選手がっていう話、まあ、今結構いろんな球団のショートでちょっと苦しんでるとこだとカープの小園の選手とかそうですね、うん、やっぱり開幕はスタメンだったんですけどね、うん、田中選手出たりとかでなかなか思うような成績、うんまあ、昨年も、ね、ちょっと苦しんだんでね、うん、今年はその反省でくるのかなというところあったと思うんですけどね、うんうん、本来この辺がね源田選手の後釜っていうところで来てほしい。うん 選手ってあんな間違いないなと思うんですけどね。うん、まああとベイスターズでもうあの林選手は名前上がありましたけど、うん、まあドラフト1位で入った森選手とかですかね。うん、まあちょっとこう立場的にちょっと惜しいし同い年ぐらいなんですよね。そうですね。年齢的にはもう一個一個近いですかね。1個いですよね。はい、やっぱりもうねドラフト1位で入って、うん、で林選手がね3位ですか。3位ですね。はい。やっぱそこにこう越されてるっていうのがね。うん 多分本人的にも、ね、悔しいと思うんでね、うん、本来なら、ね、同学年ぐらいの選手でっ言ったらもう自分かと思ってたと思うんでね、うんまあ、もうひと踏ん張りしないといけないし、うん、やっぱここはあくまでも、ね、競争して勝ち取らないといけないと思うんで、うん、多分もう2人、ね、いいように競争していって2人が伸びていってくれればいいかなと思いますけどね。この辺りととかかですかね、まあ,あとは 伊庭、まあ、さんも教え,教えた選手ということで、まあ、上川畑選手は去年頑張りましたけどまあそうですね、うん、まあ守備ももうちょっと、ね、やらないといけないかなと思うところはあるんですけど、うん、うん打撃もね昨年はね結構頑張ったなとはます。申し訳ないですがあんなにプロで打ってると思えなかったんですけど <laughs> 僕も思ってなかったんですけど <laughs> <laughs>、まあ、すごいなと思いましたけどそうですねだからやっぱ去年ので今年、来年といったら。 WBC あ,あるなあとか思っちゃいますよね。なるほどなるほどはいまあこの辺りがまあそうですよねこうさっき出た選手なんかとがまあポスト源田ってなってくると思うますけど、うん、まあその中にまあ入れても宗山選手なんかは間違いなく入ってくれますよ、うん、もう候補に入れといていいぐらいで今度が3年3年後ですね年ですね今3年今 三年プロ二年ププロ二年目の時ですね二年目終わった時ですかね一年でねそうですねもうピッチャーでも新人大勢がね新人でその次になるんでそうですねまあ中野選手とか牧選手も二年とかで全然入ってましたからねはい可能性ありオリンピックの時はね伊藤投手とかそうですね栗林バーシー一年もやってないで入ったわけですからそうですね多分練馬選手十分ありますよねえ でも本当それぐらいのこう選手になりそうな雰囲気本当ありますよね。うん、そうですね。やっぱり打つのも大事ですけど、うん、見てるとやっぱり。ショートっていうところでは。守備だったなって感じしますよね。うそうですね。はい。本当こうやっぱ。大事な当たり前ですけど、まあ大事なポジションで。うん、今さんはこう w. B. C. 呼ばれた時はいきなりファースト。ねされね、ファースト。<laughs> そうですね。 っすでだかもファーストミットを作って受けて1か月ぐらいでつくね守ったんですけど、はい、なんかこっからポロッと出るべじゃないかっていう。<laughs> ねしかも長いいじゃないです出る感覚あるかわかんないんでもうあのバットスプレーあじゃないですか、はい、あのバットスプレーグラブに縫、えー、ってペタってこう貼り付くようにしてましたよへえーはい、だからもう今回も岡本選手が出たんですけどあれも僕使わないからっつってあげちゃったんですよ岡本選手にあそうなんですねそしたら「お10年ぶりに出てるあのファグローブだけ」とか思ってへえ よく持ったなあのグローブって感じです、ね。あ、ちょうどそうですね。10年2013年,13年出たんで,で、ね、今年で23年なんで、うん、グローブは2大会出ました、ね。すごいですよね。まあでもそれでいきなり魔、ま、法 <laughs> って言われてうんやっぱドキドキですよ。だからもうあのどこかの試合でファーストでそこでダブルプレーでゲームセットだったんですけど、うん、本来ファーストで片手でパーって。はい 両手でそれぐらいもこ,れこれぐらいあれですよねもう怖くてしょうがないですでまあやっぱそれだけ慣れてないとこやるっていうのは難しいわけですよね,ねはいすいませんちょっと最後はあのー、始まりましたけども <laughs> まあでもあの今後そうですねこれ定期的にこうまだドラフトまで半年ぐらいありますけどそうですね、うん、まあ特にあれじゃないですか 高校生はそうです、ね、こっからです、ね、こっからが、ね、半分以上名前が上がってくる違う選手が上がってくるような感じもしますんで,そうです、ね、去年の今の段階の時でってちょうどひね選手がちょっとなんかいいらしいよみたいなのを聞いたのが確か4月ぐらいだったので、うんうん、それがドラフト1位になったりちょうど今、春の大会が始まってますので、はい、この辺でね,そうですねスカウトの腕の見せどころかなと思いますねうん、うん、僕らの腕の見せどころかなと思い はい。いやでも岩田さんが行ったって言ったらもうスカートの人も無視できないと思いますし、<laughs> <laughs> こう今回まあ今回は結構割とまあこれまで名前が上がってる選手あれですけどまあ今後はあれですねもう岩田さんがこんなのいたっていうのはあればぜひこうそうですね。はい、い,いそうなんですよね。絶対ありますよね。えー、うん。だちょっとその旅に。 これから行っていこうかなと。<laughs> そうですね。もうちょっと岩田さんに負けないようにはい頑張りたいと思いますので、はいちょっと長い時間になりましたけど岩田さんありがとうございました。いしたはいまた今後ともよろしくお願いします。ますありがとうございます。